Thank you.
ンデッドたちはアラクネを倒しに来た人間の慣れの果てかしら。早くさらわれた人を見つけた方が良さそうだね。いいです。アラクネってどんな名前なの？アラクネはクモ女の獲物。クモの糸を飛ばして獲物を動けないようにしてくるわ。彼女たちは群れで生活していて、黒い個体は他のアラクネよりも強力よ。気をつけなさい。イーリスって物知りだよね。助かるよ。いつもありがとう。当然よ、私は妖精の里の中でも特別優秀なのよ。感謝しなさい。クリスタルの邪悪な魔力で気が立っている。可愛げな姿に反してかなり凶暴なようね。女の子、倒しにくいけど、さらわれた町の人を助けないと。ドレインクリスタルの影響がなければ話が通じたのかもしれないけど、仕方ないわ。
このレバーを倒せば檻が開きそうだね。待って、ここはアラクネがうじゃうじゃいる寺院のど真ん中よ。先に寺院を一周して町の女性を助けに来たっていう兵士を探した方がいいと思うわ。そっか、こんなところ普通の人を連れて歩いたら危ないもんね。兵士さんを先に探してみよう。
蜘蛛の巣の檻捕らえられたのはワイバーン。アラクネたちの食料、あんまり美味しくなさそう。
ましょう。
で終わり。